診断コーナーという人気コーナーになっております。皆さん、おっとんっていうふうに、言われますと、大概の方、頭に思い浮かぶのは、掛け布団だと思います。おっとんっていうと、敷布団を思い浮かべる方は、あまりないと思うんですね。ということからもわかるようにですね、掛け布団に対しては、皆様、それなりの知識、をお持ちの方、それに伴って、商品の方も、まあ、いいものを売れる方も、お買いの方もいらっしゃいます。ですが、逆に敷布団に対しての知識というと、極端に少なくなるんですね。ですが、皆さん考えていただきたいんですけれども、掛け布団というのは、1年間のうちに長く使う人があんまりいらっしゃらないんですよね。ですが、大体の方が敷布団というのは、1年中同じ敷布団、まあ、上に1枚プラスするとか、そういうのがあるかもしれませんけれども、基本的な敷布団というのは、皆さん1年中同じものを使っていると思うんですね。でここで一つ、敷布団で、知識が皆さん統一してあるのが、硬い敷布団がいいわよって聞いたことあるという方はいらっしゃいますか。はい、そうですね、はい、この質問、大体8割、9割の方、硬い敷布団がいいっていうふうに聞いたことあるというふうに言われているんですね。まあ、なぜかと言いますと、例えば腰痛の方とかが、接骨院とかそういうところ、整体とか行かれますと、大体先生に、柔らかい敷布団じゃなくて、硬い敷布団にしてくださいっていうふうに言われていると思うんですね。で、そういう内容がどんどん人に優しくして、敷布団イコール硬いものがいいっていうふうに、皆さん、理解していると思うんです。ですが、硬い敷布団でも、体にしっくり馴染むって方ももちろんいらっしゃいます。ですが、皆さん、指紋ありますよね。指紋も一人一人違いますよね。それと同じで、寝た時に体圧のかかるバランスっていうのは、一人一人全部違うんですね。なので、硬い敷布団の方がいいって方もいれば、あらかめの敷布団がいいって方もいらっしゃいます。それが、この今、体圧の診断測定で分かるっていうふうなコーナーになります。で、大きく分けまして、人間の体圧のかかり方は3つに分かれています。今、こことここ同じ、内容になりますので、皆さんも見ていただきたいと思います。まず、こちら、背中です。お尻です。足です。ね、分かりますね。で、こちら A タイプっていうのがフラットタイプ、均一に体圧が分散するタイプで、男性やよく運動する女性に多く、お尻の筋肉で支えています。分かりやすく言うとですね、男性の典型って書いてありますけども、男性の方は今日いらっしゃるんで、話しやすいんですが、いっぱいお酒飲んで、駅のホームで寝ちゃってる人、男性ですよね。あとは、ね、大きくなっていたんでね。酔っ払って、まあ、どうにかこうにかね、そーって家に帰ってきました。でもそれで安心しちゃって、玄関先でゴーンと痛まれ寝ちゃうのも、女性より経験あると思うんですよ。男性ですよね。それと言いますのは、女性に比べて男性の方が筋肉の量が多いんですね。なので、背中とかお尻がもう天然のマットレスになってる。なので、こういう男性とかっていうのは、どこでも寝れるには入りますね。だから、筋肉が硬かろうが、柔らかろうが、どっちでも寝れるんです。はい。で、あとはよく運動する女性っていうのは、簡単に言えば筋肉がついてるっていうことで、マットレスは天然のものがあるっていうことですね。で、次に、B タイプ、やや中央集中タイプ、ここ、腰の部分ですね。腰中心に体圧が集中するタイプで、女性の典型で、尾骨部分に体圧がかかっています。これ、赤く出ているのは、これ、尾低骨なんですね。はい。で、こちらでは C タイプ、中央集中タイプ、腰中心に極度に、体圧が集中するタイプで、細身の女性、びっくり言いましたけどね。細身の女性、筋肉が柔らかい女性で、尾骨に体圧が集中しておりますと。今日の皆さんは、女性は特に皆さん小さいんじゃないかななんて、ありがとうございます。というのはですね、やはり先ほどの筋肉の話もありましたけども、僕もあんまり触ったことないんですけども、やっぱり男性のお尻より女性の筋肉が多分柔らかいですよ。ということで、特にね、筋肉が柔らかいと、こちら尾骨部分が、とこつきから覚えると。分かりますよね、寝た瞬間にここに。敷布団がドーンってなったときに筋肉が柔らかい女性がドーンと落っこちたので、この尾低骨が強くこれで出てきてしまうということなんですね。はい、ね、先ほどちょっとどれがいいのかなっていうふうなお話がありましたけども、A が良くて C が悪いっていうことは一切ありません。ですが、単純に先ほども言いました A タイプはどこでも寝れる便利なタイプですが、 B ないし C に行くにつれて敷布団選びにはやや慎重になってくださいっていうだけで、 C だから病院なんですけれども、そういうのも一切ありません。はい、ありがとうございます。